霧島新神社は、宮崎県小林市細園にある神社。縁起式内者の論者であり、旧社格は、賢者。二二義の命、彦穂穂で見命、ロジックサブキ不合命は、皇室の祖先として、日向三代と称せられ、この花咲くや姫命、豊玉姫命、玉り姫命は、それぞれの配偶神である。三道創建年代は、不詳で、 6世紀中期頃とも伝えられるが、天孫降臨から、日向三代に関わりの深い神社とされている。社殿によると、国史の初見である俗日本語記の上は4年8月1日上の、日向国古有軍角神、女神、宮崎軍、枝神、初見軍霧島神神、波、あずかん社都市15以上を授けられたと記載されている、霧島神神が当社であると言われる。 日本三大実録には、天安未年十四位下に除せられている。また、演技式新明庁記載の、日向国初見軍霧島神社を当社に否定する説がある。当初は、高千穂峰と狐峰の中間地点の、瀬尾,尾尾に鎮座していたので、瀬尾を権限とも称され、別当時を瀬尾寺と称したと伝わる。天行、天略の頃、昇空商人が霧島神神社に、 山道の折、三徳四方に、雛森神社他四社を創建し、本社である、霧島神神社を合わせて、霧島六社権限と称したという。その神仏集合の時代には、山道途中の瀬尾,尾お寺に、大日如来が据えられ、霧島山中央六社権限とも言われるようになった。その後その名の通り、霧島六社権限の中心として、信仰を集め、 霧島信仰が流世期を迎える。天栄三年韓国だけ噴火、仁南二年大畑山噴火と相次いで神殿を消失したが、その都度元の地に再建された。文略元年には、至金の狐ね峰が噴火し、社殿は消失、この高地に湧いていた天の意が滑水したことから、抹茶の霧偏王子神社の偏に遷座され、その地を新世島と称した。しかし、教皇元年に、 新し年だけが噴火し社殿が、再び消失。御神体は今防権源に、放船、ついで、細野村岡源に潜座されたが新世党の地は全く、荒廃したので、教法14年、雛森岳中腹に社殿を再建、明治初頭まで鎮座された。その地を未だに築地という。明治5年に剣社に列せられ、明治6年に同じく、 霧島六社権限に数えられていたひな森神社を合祀した後、ひな森神社跡地に潜座し、現在に至る。三国名勝図には霧島大権限宮と六社の本宮であったことが記されており、かつては霧島中央権限とも称されていたことなどから、本来は当神社が霧島神社の本元本宮としての霧島新神宮として、 霧島六社権限の御本社となるはずであったものを、当時の明治政府の中枢にいた薩摩藩閥の政治力によって、鹿児島県側にある文社の西御在所霧島権限が御本社のようになったものと思われる。古来より伊東市、北原市東湖の地を領した諸氏の数計厚い名社として栄えた。島津義弘が飯野城を居城としていた際はたびたび当社を参詣し、新漁として、 毎年米100票を寄進するなど厚く数計を受けている。霧島新人社公式ホームページ。ありがとうございます。